はい、皆さんこんにちは、こんばんは、みねこでございます。今日もみねこのグダグダマインクラフトをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。村この村なんですけど、一応ね、あそこだけお家建てそのままにしたんですよ。他のお家はこうやって、あのちょっと羊さんね、こうやってね、一応解体したんで、今日はね、土のところの段差をね、ちょっといい感じに揃えてあげようかなっていう感じですね。もうちょっとね、出っ張っちゃったりしてたんで、まあほぼほぼ整地かな、ね、とりあえず、ここかな。で、昨日ね解体してたんですよ、お家を。したらね、途中でまたクリーパーさん湧いてきたんで、なんだよここと思って、まあ、湧いてもゾンビかなと思って、ね、ちょっと夜になっても解体作業を進めてたら、まさかのクリーパーでしたよね。いらないよ、あれか、解体してるからか、手伝いますよって来たのかな。いらねえ一人でできますそうそう、この前までなんかちょっとよくわかんないですけど、よくわかんない、わかんないのかよ、ちょっとね、頑張ってね、頑張ってっていうか、すごいマインクラフトの中毒性になりまして、なんかもう 何かしたくてずっとしょうがなくなってしまって、まあ、ほぼほぼ毎日動画を上げてしまってたんですけど、どうでしたかまあ内容はいつも通りの平べったい感じでしたけどでもね、なんかその有名な方とかチャンネル登録数の多い方のように、まあ内容は濃くはないけども、毎日に投稿するとって大変ですねって思った。みんなすごい努力をされてるんだなって思って、で自分がなんで投稿したくなったのかなって思ったんですよね。まあ一番最初のね、一番最初のきっかけは、YouTube のマインクラフトの YouTube を見た時のその YouTuber さんだったんですよ。でその方の動画がすごい面白くて、まあ、息子が見つけてきたんですけど、で子供の運動会のとこの時のビデオの撮影を後で見た時に、ちょっとねその人と声が似ててあれ自分できんじゃねって思ったのが、まずやってみたいなっていうきっかけ、まあ、恐ろしい勘違いで、あとは何だろうね、今度投稿するにあたってね、先に息子が投稿してたんですよ。チャンネル持ってます彼は、しかも100人超えてますご希望とあらば URL を貼っておきますがそんなね今投稿はねしてないですね彼は、まあそれを見てて、なんかお友達がすごい増えたんですよね、そういう、まあちょっとまあその辺もいろいろはあったんですけど、
まあ、羨ましい部分っていうか、楽しそうだったっていうのもありますね。どうなんだろうって、まあ、その時はもう私はツイッターをしてて、でいろんな方とお知り合いになれてたんですけど、だからね、なんだろう、そのぐらいの時からかな、ちょっとやってみたいな、どうなんだろうとかって、思って始めたのがきっかけかな。あとたまに思うんですけど、まああの、あ、だった。今ね、これ自分の話しかしてないんですけど今チャンネル登録させてもらって、ずっと見てるあの YouTuber さんが何人かいらっしゃるんですけど、この人結構ね、この人はいつから見てたっけっていう感じで、考えると面白いですよね。あ、そういえばこの人を見てたからこの人を見始めてみたいなのがね、わかる。それがね、面白かったです。まあ手っ取り早く言えば、一番その最初にマインクラフトの動画を見つけた、まあ、息子のおかげなのかもしれないですね。それがなかったら多分動画投稿もしてなかったし、ツイッターもそんな続けてなかったし、自分から投稿するってことも、つぶやくこともなかっただろうし、ましてやね、動画投稿なんてね、してなかったと思うんですよ。まあ、その全部きっかけをくれたのは、その時の YouTuber さん。今もその時もそうだったけど、今さらにですよね、神のような人になってますからね、本当に。すごいなって思います。まあ、それだけね、いろいろ考えてやってらっしゃる方だから、ね、チャンネル登録者が増えても、おかしくないですよね、本当に。あ、夜だ。とりあえず村人さん留置しとこうかな、これ。こうやって来るんだよ。何ですか？いや、今もう終わってるんで、いらないです、解体は。もう、はい。解体はいいよ。怖いよ。ですよーと、ここまでは削っちゃった方が良かったか、ミネコのあの番外編で PC マイクラやってるんですけど、どうですか？
丈夫ですかって言われてもっていう状態かもしれないんですけど、今練習がてらね建築を頑張ってはいるんですけど、自分の自分のさ考えてるやつだと面白くないかな。それか今ちょっとまた考えてはいるんだけど、なんかそれこそ動画では言ってたよね、やらないかもって言ってたけど、見覚えのあるような建築物で、土しまってきたっけ、建築物を1回ぐらい建ててみるとか1回ってでもなんだろう、分かりやすいのってなんだろうね。今見ていただいてる方がっていうようなやつってね、なんだろう、何がいいんだろうな。それこそね、ものすごい建築はできないです。そうだね、ああいうのかな、どこそこのリゾート風建築みたいなのをやってみようかな。多分出来上がりをアップする感じにはなると思うんですけどね、それはね。かなり吹っ飛ばしてますけど一応軽く設置の方は終わりました。見ていただきましょう。でぐる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 、どうでしょう、元がわかんねえよ、すいません。ですね、一応今残してる畑の部分はそのまま置いといてはいるんですけど、本当だったら畑撤去して設置すればよかったなとは思ったんですけどね、ちょっとめんどくさいなと思ってね。で、一応井戸の部分を中心に、なんかお家をね、ちょうど道路じゃないよね、通路、道なんだよが結構そこからつながってたりするんで、その周りにちょっと、ちっちゃいお家とか、集会所みたいなとことかね、大きいところは作れたらなと思ってます。今日は結局ね、整地グダグダの雑談ね、くだらない独り言を聞いていただいた、皆さんありがとうございますまたこんな独り言でよければ、独り言に対してコメントもお願いしますそれでは次はそうですね、建築をしていきたいなと思いますね。はい、でまた建築に飽きたって言ってわがままな感じで勝手に洞窟探検してね、帰れないって言ってるかもしれません。はいそれでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いできることを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。